大串都洋1月19日から1967年に1月3日は、日本の法学者、国家学者、求め城大学総長。14位、君三道随法省。国民精神文化研究所では、サンバガラスの一人と呼ばれた。1903年、半士大村代々の三男として、大阪市に生まれる。1907年、長崎県西園木群面。 高村の大串一郎の養子となる。1923年、第五高等学校卒業。1926年、東京帝国大学法学部英法科を卒業。同大学大学院に進学して、上杉新吉に支持する。1927年、高等試験士法科合格。1928年、大学院を修了すると、ドイツに留学。 イエーナ大学で、オットーケルロイターに指示し、国家学、憲法学を学ぶ。1933年帰国、1934年、国民精神文化研究所所員。1936年東洋大学教授、1939年文部省、教学官を経て、1940年国学院、大学教授。 1943年文部省教学連成書,書員、書院。1944年、同志道部長。1945年、公職追放。1948年、東京弁護士会所属弁護士登録。1951年、築地運送株式会社社長。1954年、名城大学法商学部教授。1955年、 名城大学法小学部長、同大学総長。1962年、国家権威の研究により、法学博士。1963年、名城大学教授を辞任。1965年、アジア大学法学部教授。1943年に、ドイツ学術院アカデミー賞を受賞したとされる。しかし、この賞が、どのような、 小なのかは不明である。ありがとうございます。